おはようございます、黒みつばです。ということで今回は久々に豪絶キャラの考察の方をしていきましょう。こちらの動画では一つのキャラの意味や元ネタについてイラストやクエストをもとに考察していきます。ということで今回取り上げるキャラはこちら、世界を切り取る者ディビジョンです。まずはディビジョンの語源から確認していきましょう。まあこれは英語のディビジョンから来ていると思われます。和訳としては分割や分配など物を分けるような意味合いが強い単語になってます。次にディビジョンの重心構えの公式キャラ設定を見ていきましょう。世界を切り取り、つながりを断絶させるべく生まれた祭壇の化身たる存在。ただひたすらに切り取り断絶することを己の使命とし、ありとあらゆるものに祭壇の目安である切り取り線をつけながら世界を徘徊する。切り取られた世界の断片は紙のように丸められ、ディビジョンの背中に付随している箱状の部位に次々収められていく。ディビジョンは世界も切り取ってると公式設定にありましたが、実はモンストの世界も切り取ってることをご存知でしょうか。このディビジョンのクエスト背景には他のクエストの背景が切り取られて貼っつけられている箇所がいくつかあります。具体的な位置はこちらになるんですが、皆さんどのクエストか分かりますでしょうか。正解を言うと、左からノマクエ、エルドラド、アバロンという形でクエストの背景が切り取られてます。ただ実際にこのアバロンやエルドラドから切り取ったのはクエストの背景だけではなく、ボスの配置がどことなくエルドラドに似ていたり、アバロンに登場するレギオンが全く同じ配置で置かれてたりなど、そのクエストの性質も多少切り取ってるものと思われます。次にイラストの方を考察していきましょう。ディビジョン自身の体の中心には切り取り線が引かれてます。ディビジョンは切り取るべきものに対して切り取り線を引くとありましたが、これは自ら自身も祭壇の対象であると認識しているということでしょうか。また公式設定にもあった通り、背中には体と一体化した箱があり、その中にはディビジョンの切り取った世界が入れられてます。また一番特徴的なのが手に持っている大きなハサミ。このディビジョンの手に持っているハサミ、実はかなり特殊な形状になってます。改めてこのハサミの形状に注目すると、ハサミの持ち手部分に羽みたいなものがついてますよね。これは小仕掛けと呼ばれる部分で、名前の通りここに小指をかけて安定性を高める役割があります。ただおそらく日常的に皆さんの使っているハサミにはこの小仕掛け存在していないと思います。実はこの小仕掛けのあるハサミ、かなり限定的な用途に限られます。それが美容院や床屋など髪を切る際のハサミです。これによってハサミが安定し、ヘアカットが自由自在にできるようになってます。そこで考えられる説が、ディビジョンの前世は美容師だったのではないかという考察です。豪絶のキャラは必ずひらがなのものと漢字のもので名前の書き分けが行われてます。まあ、自分の考えではひらがなのものに関しては概念が実体化されたものだと考えていて、対して漢字のもの、こちらは生命を持つ生命体だと考えてます。またこちらは自分の挙げているアンチテーゼやイグノーの考察を見てもらうと分かりやすいと思いますが、特に2巡目豪絶の思想シリーズ、4巡目豪絶の分断者たちはもともと人だったのではないかと考えてます。そう考えると、もしかしたらディビジョンは前世でハサミを操る美容師だったのかもしれませんね。続いて重心化後のディビジョンについて見ていきましょう。公式設定が、次なる対象を見定めてストライカーに向けて巨大なハサミを構えるディビジョン。その背後にはすでにディビジョンによって裁断され、上下逆さまになったり色彩が狂ったりと、正常でなくなってしまった世界の断片が乱雑に積み上がっている。その断片の数々はまるでこの世界を正常なものと異常なものに分ける壁のような様相を呈しているのであった。このディビジョンのイラストにはちょっとした仕掛けがあります。公式設定にディビジョンによって切り取られた世界が上下逆さまになったり色彩が狂ったりとありましたが、実際にこちらのイラストを色反転してみて上下逆さまにしてみると、ディビジョンによって切り取られた世界が正常に見ることができます。ここではさらにクエストのボイスを元に見ていきましょう。ディビジョンの撤退ボイスは、触れ合えば寄り添えば切る、つながりは全て切る。これを元にイラストを見ていくと、電車や道路などの移動手段、ポストや電波塔などの通信のつながりを切ることを意味しています。あれ、そういえばディビジョンが初日降臨した際、モンストで通信制限が起きたような気が。まあまあ気のせいでしょう、もしくは愛のある原作再現だと思います。またディビジョンの撃破ボイスがこちら、おかしい、なぜ切るの、傷が
とは一体。これはイラストに描かれている手を握り合う友情、寄り添う男女の愛情、この絆はディビジョンによっても断ち切れなかったことがわかります。あとはディビジョンの進撃からなのか、助けを求める SOS サインがビルに描かれてますね。そして最後の考察ポイントに移っていきます。それがディビジョンの顔の模様についてです。ディビジョンの顔は八面体のようになっていて、それぞれの面に模様が描かれてますが、ここの考察はかなり自分も苦戦した部分です。しかし判明している4面のうち2面だけ気づけたことがあるので、ここで紹介していこうかなと思います。獣神化後のイラストで見える顔の下の部分、こちらは目の模様になっており、上の半分は花火柄になってますよね。目といえば皆さんご存知の通り、豪絶のモラルのモチーフになってます。一方でこちらの花火柄、ちょっと話はそれますが、なぜ打ち上げ花火は夏に打ち上げられることが多いか皆さんご存知でしょうか。遡るは江戸時代1733年、隅田川で行われた水神祭が日本で最初の打ち上げ花火と言われてます。当時関西では飢饉や疫病の流行により多数の死者が出てしまいました。そこで時の将軍徳川吉宗がその死者たちの鎮魂のため打ち上げ花火が上げられたとされてます。そして花火大会が最も多い8月中旬、この時期っていうのはまさにお盆の時期にあたり、亡くなった人の魂が現世に戻る期間であり、死者の霊を送る目的があります。もう気づかれた方もいると思いますが、鎮魂といえばレクイエム、つまりこのディビジョンの顔には過去に登場した非豪絶の2体の意味が込められてると考えてます。ただディビジョンより前に出た非豪絶のキャラはもう1体いますよね。そう、1巡目豪絶のシュリンガーラです。シュリンガーラといえば愛をモチーフにしたキャラで、まあ、その理論からいくとちょっと気持ち悪いですが、ディビジョンの顔にハート柄があってもおかしくないのではと考える方もいると思います。ただここで先ほど出てきたボイスを思い出してください。ディビジョンには愛と友情といった絆を切ることはできない、つまりシュリンガーラを切ることはできない。そう考えてみると、ディビジョンはモラルやレクイエムを切り取っており、顔に描かれている模様はディビジョンが切り取ってきたものによって反映されると考えると辻褄が合いますよね。また切り取り線の話をすると、ディビジョンのストライクショット、こちらも切り取り線を引くような形になってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、豪絶ディビジョンの考察について話していきました。ぜひ皆さんの方で何か気づかれることがありましたら、コメント欄でね共有していただければなと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。このシリーズがまた見たいっていう方はぜひぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。黒みつばでした。